ボフィッシング。プレゼンテッドバイ富士工業。おはようございます。アウトドア&フィッシングパーソナリティ世界を釣ろう代表の工藤英二です。さて今日はですね、だんだん秋めいてくるっていうことで、久々のキャンプに関してちょっとゲストをお呼びしております。今日のゲストはアウトドアプランナーの井野正也さんをお迎えします。井野さんはあるきっかけで山登りにはまり、自然とキャンプをすることが増えて、そこでまた焚き火の魅力に気づかれたそうです。そのような流れの中で、アウトドアに関するライティングなどの仕事が増え、アウトドアプランナーとしても活躍されるようになったとのことです。一方ですね、焚き火マイスターとして焚き火の楽しさや新しい知識を広めるワークショップの全国各地での開催や、千葉県にあるアウトドアスペース焚き火ビレッジ井野の運営、そして昨年からはですね、日本焚き火協会の会長を務めるなど、その活躍のフィールドを広げています。そしてキャンプや焚き火の初心者への分かりやすい解説が好評で、マツコの知らない世界などテレビ番組など多数メディアにも出演されているということなので、今日は井野さんのアウトドアとの出会いやヒストリーとともに、キャンプを快適に過ごすための基本についても伺っていこうと思います。お楽しみに。アウトドア&フィッシング。この番組は釣り人の夢を形に、富士工業がお送りします。改めまして工藤英二です。本日のゲストをご紹介します。アウトドアプランナーの井野正也さんです。おはようございます。おはようございます。ちょっと久々にキャンプだとか焚き火だとか、そっちの方の、もう秋口ですね、いいかなと思って、番組のねオープニングでちょっとプロフィールご紹介する中で、最初は山登りから入って、で山登りにハマ、った流れでキャンプ、そこから焚き火みたいな、そんなアウトドアの、楽しみ方の広がりとしてはそんな流れだったってご紹介をしたんですけど、もともとはどうなんですか、そのアウトドアの出会いというか。もともと僕、小さい頃その父親にキャンプとか連れてかれて、そのくらいはあるんですね。あります。でも10代20代はもう完全にアウトドアをバカにしてるタイプだったんでそれは完全な都会派という。そう、あとなんか、僕サッカーをやってたんで、やっぱりサッカーってひな形じゃないですか。そのスポーツの中ですよね。その時代から言っても、一番モテそうなスポーツだったんですかね。だから その高校とかでそのワンダーフォーリエル部とかあったんですけど、何やってんのみたいな校舎登って何やってんのとか思ってたんです。ね、それがまたどうして、そういうふうに思ってて、その20代の頃にいろいろビジネスっていうかそういうことでやらかしまして、借金を抱えて、そのライターをやってたんですけど、ライターとかモデルやってたんですけど、もう完全にもうその業界からもう逃げるように去って、ずっと倉庫で働いてたんです、その借金を返すために。でその時にその友達にちょっとお願いだから一回山登ろうよみたいな。でもう分かった、そこまで言うんだったら行くよみたいな感じで、それでもそこでもまずすごい嫌だったんですよ。だってもう疲れるの目に見えすってその時は黙々と太陽の光も入らない倉庫の中で黙々と仕事されてたんですね。そうですね。なんかその倉庫の作業が夜中なんで、もう昼間寝てて、もともと太陽の光を浴びる時間もないですよね。そうですね。でその倉庫が休みの日に、早起きっていうか、早く集合して、もうブーブー言いながら山頂を目指してでなんか山頂着いたんですけど、その富士山も見れず、曇ってて、でもなんか変な達成感もあって、でその山登ってる最中に立ち止まったり振り向いたり、その場に座り込んだりとか、
普通にしてたんですよ、うんうん、でもなんかその普段の生活でそれをするとちょっとかっこ悪い部分みたいなのがちょっと僕の中ではあって、確かにあの都会の道路を歩いてる時に立ち止まって振り返ったりとか、はい、しゃがみ込んだりするとちょっと、はい、違和感がありますよ ね、 そうですね、はい、でも本当その自然の中って自由なんだなと思いながら、うんうん、まあ、それもあともう人生とダブらせて、はいはいはい、なんか疲れたら振り返ってもいいし、うん、立ち止まってもいいんだよみたいなのがなんか勝手になんか入ってきて、はいはい、それでまあ山に入り、その山登りにすごいハマって、あんなにバカにしていたのに。そうなんです、はい、なるほどね。あのここ触れていいのかどうかあれですけど、先ほどさらっと流すようにお話しされましたけど、はい、ちょっとラジオなんであのね、こうルックスがご披露できないんですけど、あのイケメンでですね、ファッションモデルやられてたっていう、そこはあまり触れなくてもいいですかね。まあでも20年以上前ですからね。あ、なるほどなるほど。若い頃にファッション誌のモデルやり、はいはい、でその流れでその、まあ、かあのかファッション系の会社を作ったりしたんだけど、そう、ね、さっき言った流れで倉庫で黙々と、はい、働くということになり、はい、だけどそのお誘いがあって山に出会うと、はいはい、割とその1回目の山登りでなんとなくいやいや行ったんだけど、あれこれ結構いいぞっていう感じだったんですか。そうですね、ええ、なんかでも良かったですね、うん、でそこからすごいハマって、ええ、2週間に1回とかそういうの、まあ、低山とかから始めて、はい、最終的にはもうその、ええ、テント背負って重装とかそういうのを、ああ、じゃあ結構本格的に、はいはいはい、じゃあその山登りが始めたのがでもその頃いい大人なんですね。その20代後半ぐらいとか30代になってからです、ね、あ、なってからなんですか、はい、はいはいはい、だからもうその、まあ、僕今45なんですけど、まあ、30代になってからはそのいろいろ登山だったりキャンプだったり焚き火だったりとかするんですけど、その何だろう、アウトドア始めたいんですみたいなことを結構言われるんですけど、うんうんうん、何だろう、アウトドアって逃げないんで、はいはい、だから10代とか20代はガンガン他の遊びをして方がいいと思ってるんです、うん、あ、それは井野さんの持論なんですね、はい、はいはいはい、だからもう10代もクラブ行ったりとかはいはい、はい、そういうことを全然した方がいいと思う。もう30代になったら多分行けないと思うんで。なるほどね、でもその、はいはい、アウトドアはもう全然、うん、年取っても全然いけるんで、うんうんうん、あとでもね、山登りとか結構きつい時はきついですよね。いやもうきついです、毎回きついです、毎回何やってんだろうと思いながら登ってます、うんうん、振り返ったり立ち止まったり時にはしゃがんだりとしながら、うん、はい、じゃあもうでもそれも10年以上ね、もう続けられてるんですよね。はい、で、あのあれですよね、そのまあ山行くんだったらそのもちろんその山の、 あの山小屋があったりどっかに宿泊してってもあるんだけど、やっぱりキャンプをそこにくっつけた方が機動性が出てくるっていうか、まあだキャンプの定義とかってまた難しいんですけど、ええ、なんか山の中で多分キャンプはしちゃいけないんですよ、うん、あ、そうですよね、はい、うん、だからなんかもう言葉のあれなんですけど、うん、まあその要はテントを背負って、うん、まあキャンプだとは思うんですけど、うん、まあ、だからテントを背負って大体そのうろうろしながらいろんな山を行くんですけど、うん、まあ、基本僕山小屋には泊まんないですね。ああ、なるほどなるほど、はい、そういうスタイルなんですね、はい、まあ何か知らない人とね、あんまり近くなりたくないじゃないですか、まあ、特にこのご時世はそうなのかもしれないし、はい、それ以前からもやっぱりこう知らない人と同じ部屋で、ね、寝るっていう感じ。嫌ですね。嫌なんですね、はい、あ、なるほどね、いろんなスタイルがあるもんだなって思う。でってことは割と一人で、そういう宿泊施設で泊まらないでその自分でテント担いで行くってなると、はい、結構ソロキャンプというか一人で。あ、でも基本寂しがり屋なんで。そういう、あ、そうなんですか、はい、難しいですね井野さん。そういう時はもう絶対山の中山とかキャンプは一人では行かないです。あ、なるほど。やっぱりお仲間と、はい、うん、やっぱりなんか知り合いとね、うん、そのいい景色だったり、うん、辛さとかを共有したいっていうか。はい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 、なるほどなるほど、だんだん分かってきたような分からないような不思議な魅力を持った井野さんですけども、で、たまたまなんですけど今回あの、はい、井野さんに出ていただきたいっていう、はい、
きっかけなんですけどね、はい、まあ普段いろいろこうアウトドア全般で面白い人いないかなって僕あの常にウォッチしてるんですけど、あの、まあ、いくつか必ず見ているメディアもあって、はい、そのうちにあの日向っていう、はい、HINATA ってあの、まあ、キャンプ周辺アウトドア興味ある方はぜひこのアプリはあのとてもよくあの情報があの豊かに整理されて出てくるのでいつも見てるんですけど、はい、その中であの、2ヶ月ぐらい前かな、あの、まあ、キャンプの基本っていうようなシリーズ企画があって、はい、でまあ、僕も長いことやってるんだけど結構その、記事がですね、はい、気づきがあって、でその時にあのアドバイスをいただいてるのはアウトドアプランナーの井野雅也さんですって出てたんで、であのすいませんインスタでいきなりメッセージをお送りして出ていただけませんかということでですね、あの、まあ、山登りがキャンプってことなんであれなあのキャンプだけに絞るのはあの違うのかもしれないんですけど、まあ、あの焚き火の話もねおいおいなんですけど、あのいくつかそのあの、まあ、このラジオの限られた時間なんであの、まあ、ノウハウ番組でもないのであの網羅することはできないんですけど、僕が来てて、あ、なるほどなと思ったんですけど、どうもあのキャンプって結構最初なんていうかこう不便を楽しむとか、はい、そういうな何もかもあるその都会の生活とかあの住宅のから出るからそのこう不便をこう克服するのが楽しみだっていうようなことをおっしゃる方も多くて、そう思うとハードルがあって上がっちゃうん で、はい、で僕最初のキャンプの、まあ記事があの5回の連載だったんですよ。で最初の時にキャンプの事前準備っていうところの中でまずキャンプ場をどう選ぶかだから結構重要だって話だったんですよね。でなるほどなと思ったんだけど、あのいきなりなんていうかキャンプ場もいろいろ多様でもう割とこう放置した感じでもう好きにこうやってっていうところもあれば、あの最近あれなんですね、その高規格キャンプ場っていってあの電気が通ってるとかあの温水シャワー付きトイレがあるとかそういうところもあるんで、まあ、そういうところから一歩踏み出したらどうですかっていうなんですけど、この辺は結構おすすめ。おすすめですね、はいはい、やっぱり電源が、まあ、どういうところがいいの、まあ、一番はトイレが綺麗なところですよね、はい、特に女性の方は ね、 そうですね、気にしますよね。気にしますね、うんうん、まあ、だからあと何ですかね、まあ、何でもレンタルできるところも、はいはいはい、まあ、高規格にはなってくると思うんですけど、やっぱり不自由を楽しむっていう言葉ありますけど、うん、やっぱり便利な方がいいですよね。そのキャンプ場でも。なるほどね。はい、あのそうそう、それであの、まあ、あの焚き火はちょっと後半に持ってくると思ってたんですけど、はい、あのその辺なんていうかあんまりこう最初無理しないっていうことを結構おっしゃってるのと、うん、はい、あと、まあ、これキャンプに限らないんですけど、一番その最初キャンプ始めた頃に失敗するのは忘れ物っていうことがあって、うん、で井野さんのおすすめはそのキャンプに行く時のその、まあ、特に忘れちゃいけないって持ち物リストみたいなものを、まあ、そういうアプリもあるんで、あのそういうチェックリストをまず作った方がいいよっていう、うん、でその中であの忘れがちなのがあのテントは持ってくんだけどテントを張るための周辺のパーツとか、うん、あるいはちょっと季節が微妙な時にあの寝る時のその、まあ、夏だから夏用のものしか買わなかった時に意外に山寒いよっていうことで、うん、ちょっと秋冬の寝袋がやっぱり必要だったとか、うん、あのこの辺のあのことっての結構やっぱり初心者の方にお話しするんですか、この辺は。そうですね、だからテントを、うんうんうん、テントの忘れ物で多いのがポールを忘れたって人が結構多いんですよね。あの間抜けな感じはするけど意外に多いってことですよね。多いです、はい、そうするとテント立てられない。立てられないですね。だから結構その、なんで忘れるかっていうと、その雨とか降って、うん、降ったらそのキャンプ場で乾かせないから家で乾かすじゃないですか、はいはいはい、そうすると別々に置いちゃうんです。あ、そっかそっか。キャンプ場だったらポールと一緒にこのテントを丸めてしまうんですよ、うんうんうん、でもその持って帰っちゃうと別々になってあ、はい、なんか結構それは多いですね。そうだからあの、まあ、過去の放送の中でもあの釣り人の方でね、はい、あのなんか失敗がありますかっていうかあの魚ばらしたりとかって言ったら、はい、僕もそうなんですけどあの意外にあの釣り竿を持ってくんだけど
この魚のためにもうせっかく作って夜中まで作った仕掛けを置いてきちゃったとかね、あかそういうがっかりしたっていう話なので、あ、まあ、キャンプもそれ一緒なんだろうなっていうところですよね。あとバーベキューの食材忘れる人も多いですなるほど、ね、そのメインの肉とかなるほどね、はい、なんかいくつかそういうその持ち物リストの話だとか天気の話はそうですよね。特に意外に初めてだとその季節夏でも夜冷えるとかその辺のことを想定するとかですね、はい、それからさっきメインの食材肉忘れたって話ありましたけど、まあ、バーベキューでその行った先で仕入れるっていうね道の駅によるっていう話もありましたけど、うん、そういうのもあるんだけど、もし直行するんであればその野菜とかはカットしてこう下準備した方がいいよと、ゴミも減らせるしっていうアイデアだったりとか、あとね僕がああなるほどなって思ったのはこれなんですけど、まあ車で行く場合にその積み方なんですけど、まあ大きいものから先に入れてってっていうことで、まあこれはそうだなと思うんですけど、クーラーボックスとかテントとかね、で最初にすぐ使うものを手前に持ってくるって当たり前なんだろうけど、この辺のことだとかで、あとまあもうたった一つのこうジャスワンポイントアイデアなんですけど、着いた時に荷下ろしする時にレジャーシート、これレジャーシートってピクニックだとかあるいはお花見で使いますけど、これはそうだなと思ったのは、そのレジャーシートをまあ例えばキャンプ場でもいいし、その運ぶっていう時に車から一回レジャーシートを地べたに広げてそこに荷物を下ろしていくと汚れないし、どれから運んだらいいかっていうので、これはいただきましたっていうそうですね、ええ、やっぱりレジャーシートがあるかないかで全然変わっちゃいますね。結構、うん、今のシーズンもそうなんです。もうすごい地面って濡れてるんで。ああ、そうかそうかそうか。なるほどなるほど。そういうこう、はい、持ってったものを濡らさないという。うん、そうですね。で、うん、雨が降ってきたらすぐそれをかけちゃえばまた逆に。ああ、なるほどね。はいはい。一個一個はですね、こうきっと今までの経験から積み重ねて出てきた一つの間なんですけども、一個一個はね、なるほどっていうことでレジャーシートをこうまあ多分持っていくとは思うんだけど、それをこう荷下ろしの時に使うとか、その辺ってのはね、ちょっと頭の片隅に入れとくとすごくいいなっていうところで、であとノウハウ話になっちゃうんですけど、はい、初めて行った時にそのキャンプ場でそのテントをどこに張るかっていうその場所選び、はい、まあ区画があってあなた何番ですっていう場合もあると思うんですけど、はい、この中で選んでくださいっていうとこもあるわけですよね、うん、はい、この辺はなんかいろいろ注意が必要だという。やっぱり一番は平らなところですね、はいはいはい、まあ、平らなところはもう絶対選んでほしいですね、うんうん、であとそのなんだろうですかね、その木が一本あって、ええ、その横にテント張ったら、うん、すごい写真映えするじゃないですか、はい、なんか いいビジュアル、はい、映えそうですよね。でも多分夏シーズンとかは、うん、その雷とかがその木に落ちやすいんでなるほど、はい、それ皆さんキャンプ行かれる方聞きましたか、木の下やばいと、はい、1本だけボンって、はい、その目立つような木の下はダメです、うんうん、要するにそのキャンプ場の中でそのすごく立派な木で、はい、周囲よりもこうそびえ立つように立ってて、はい、おおこの人だったら雨も避けられると思うと、はい、これが大間違いと。そうですね、うん、あとその雨とかで葉っぱがすごい落ちてテントをそのくっついて汚しちゃったりとかするんで、うん、はいはい、あと鳥とかも、ああ糞とかも結構落ちてくるんで、なるほどね、はい、なんとなくね素人考えだとなんか日よけになりそうな、はい、思うけども、あとあれですよね、木があると結構その後に 根が張ってるから、はい、そのテントの接する時にこうペグを打つ時にちょっと打ちにくかったりとか、うん、ってこともあるっていうのは、はい、ことを説明されてましたけど、はい、であとね、あこれが僕ね知らなかったんですけど、テントの下に敷くグランドシートっていうのがあるんですね、はい、で、あそうかそうかと、テントをそのまま直にやった時に確かにそのまあ寝る時はああいうこうマット敷いたりするんですけど、ちょっと下がこう歩いた時ゴツゴツするんだけど、そのまあそんな分厚いもんじゃないですけど、はい、軽いクッション的な役割と、あとテントの出口で出入りするときにそこがこう、まあ、
縁側的になってそこに靴を置いたりとかってできるっていうんで、だからテントの下にそのグランドシートっていうものを、ぜひ使うと快適なテント生活ができるという。あと下からの冷気も、あ、そっかそっか、はい、なるほどなるほど。じゃあそういう保温みたいな役割もなるんですね。そうですね、湿気とかも防いでくれるんで、はいはい、はい、今キャンプ行く前の準備からテント設営の話をしてるんですけど、なんか補足あります？いやでも多分、うん、そのキャンプをやったことない人が今の話聞いたら、うん、多分これだけお腹いっぱいになってますよ、ね、あ、そうですねじゃあそれは来週かなみたいなそうですよね。とりあえずもうその高規格のキャンプ場に行っちゃえば、うんうん、もう何でも貸してくれるんであ、そうですね、最初だから失敗しても取り返しがつく場所に行くと、はい、そうですね、これがポイントと。ポイントですそういうことですね。町から近いキャンプ場、あ、なるほどね、便利だからそうですね、最悪もう家に帰ればいいやぐらいの気持ちでいた方がいい。なるほど、なるほどね、はい、なんかこう そこでこう心折れそうなことがもし何かね、不幸にも起きた時に、はい、今日は泊まらないやめて帰ろうかと、はい、言っても帰られるというところを選んではどうでしょうかってことなんですね、はい、うん、あとそうそう、なんか当たり前だなと思ったんですけど、クーラーボックスって必ず持ってくるんですけど、ついつい場所気にしないと置いてますけど、やっぱりまあ、テントのテントなりタープなりのその日差しを避けられるところの下みたいなところに置いた方がいいっていう、まあ、それはそうだなと思ったんですけど、意外に意識してないですよね。まあ、そんなことだったりとか、あと欲を言っちゃうと、こういうちょっと上に置いた方がいいんですよね。椅子とかの上に。あ、なるほどなるほど、はい、はいはいはい。夏場は特に。やっぱり反射でまた。あ、なるほどね、はいはい。みたいなノウハウがいろいろ語られておりますが、なんか後半かなりノウハウ、キャンプノウハウ番組になりましたけど、いくつかなんかね、心に留めて、キャンプに行ったら、ぜひこれ思い出してほしいと。いうことはいくつかあったような思うんですけども、あとあれですね、携帯をで分かんなかったらちゃんと見ちゃうっていうのも手です。はいはいはい、やっぱりそのなんだろう、キャンプ場に行ったらもう携帯も置いてとかじゃなく、うんうんうん、やってて分かんないことがあったらもう携帯見れば何でも出てくるんで本当ね、はい、そこを最初から無理しないで、はい、俺は割とこう原始的なサバイバルなキャンプするぞとか言ってもう車の中に携帯もオフにして、はい、あれしてっていう無理しないで、はい、とりあえず何か分からなかったら検索してみると、はい、スマホで、はい、ということだそうですので、はい、ということで楽しい話をいろいろ伺いましたけど、そろそろお時間ということで、続きはまた来週お聞きしたいと思います。今日はアウトドアプランナーの井野正也さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここでリスナープレゼントのお知らせです。アウトドア&フィッシングや富士工業のロゴのオリジナルステッカーシートと富士タックルプラスノートをセットで毎週3名様にプレゼントいたします。 K-MIX 公式サイトの番組表にあるアウトドア&フィッシングのメッセージフォームから住所、氏名、電話番号を明記の上、オリジナルのステッカーシートとノート希望と書いて送ってください。その時にですね、番組の感想なども書いていただけると嬉しいです。皆様からのご応募をお待ちしております。さて来週もアウトドアや釣りの楽しみを皆さんと共有したいと思います。それではまた来週、パーソナリティは工藤英二でした。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に富士工業がお送りしました。